全日本プロレスの総本山、日本武道館、全日プロの頂点は鶴高三沢か。三沢として初の武道館のリングに向かいます。思い出すのはあの6年前、田園プロシアムタイガーマスクとしてデビューした時に足が震えたという思いでしょう。しかしそれ以上の一世一代の大一番を迎えました。さらに胸をよぎるのは世界ジュニアヘビー級チャンピオンとなったあの日のこと。10ヶ月の闘病生活を苦しみの日々を送ったあの日のことでありましょうか。武道館で三沢革命を起こせ、全日プロのエース交代はあるかどうか。期待が先か君が先か、胸に流れる熱く思い、込み上げてくる気持ちにしかできないことがあります。三沢光晴27歳、堂々の入場です。銀ラメのコスチューム、そしてジャンボ鶴田の入場。天才と呼ばれた三沢、そして鶴田、2人の天才が今愛まみえんとしております。あの千葉大会、ボディに三冠ベルトを奪われました。そして今武道館で観戦にこれが移動。どういう思いで見ていたんでしょうか。ジャンボ鶴田、次期シリーズ奪回へ向けて走ることでありましょう。さあジャンボ鶴田の入場、世界の日本の生きたの強豪がこの鶴田の軍門に過去下ってまいりました。三沢にとりましてはやりがいのある男、倒しがいのある男。三沢の表情引き締まった。ジャンボ鶴田、巨大な壁、巨大な山であります。プロレスの底力を見せてもらいたいと思います。勇者を待つ晴れ舞台、日本武道館です。メインイベント60分一本勝負を行います。青コーナー250ポンド三沢光晴、ニューヒーロー誕生、その名は三沢光晴。赤コーナー270ポンドジャンボ鶴田、世界に誇る日本プロレス界のスーパースタージャンボ鶴田です。竹内さん、今後の全日本マットの方向性をも決定づける大一番、世代闘争ですね。まさに大きな山が来ましたね。そうですね、時代の全日本を背負っているだけの人材かどうか。タイガーマスク改め三沢光晴、どういう試合を見せますでしょうか。馬場さん、見どころをお願いします。三沢と鶴田の力の差はやっぱりまだ随分あると思うんですね。三沢と鶴田の力の差はまだある。はい、三沢がね、ええ、どうやってそのカバーしてね、はい、やっていくか。なるほど。まあ、前に対戦してますけども、タイガーマスクでね、はい、まあ、好試合だったんですが。そうだったですね。馬場さんお話のように、もうこの7番勝負でこの三沢、タイガー時代に鶴田の対戦、63年3月好勝負及ばず15分で敗れ去っております。さあ今日はどういう試合になりますか。鶴田コール半分、三沢コール半分、日本武道館コンタクトしました。押しのけました鶴田。竹内さん、この三沢の決起が鶴田を厚くしたんですね。そういう部分がありましたね。このシリーズの中盤戦の後楽園大会のですね、三沢が鶴田にあったエルボー一発がまさに2人の運命を変えましたね。その後楽園の借りをも返すということを話しておりましたジャンボ鶴田です。竹内さんは開幕戦、このタイガーマスクと決別して三沢となった、そしてアジアを返上した以降のこの三沢、ショルダーダックル、ジャンボカッター、どう三沢を見ておりますか。やはりですね、内に秘めたやる気がですね、本当にやっぱり表面に出てきたという感じがしますね。早くもオーコールだ。ボディースラムでタイガーマスク三沢を投げ捨てました。ジャックミリーかました、ドロップキック、先制ヒット、自らロープに飛んだ、ジャンプキック。馬場さん、序盤戦早くも行き詰まる展開ですが、もうお互いにね知ってますからね。しかし馬場さん、両選手のこの気迫維持というのが早くもまだ5分経たないんですが見えてるような、そんな感じですね。そうですね、抜け出すジャンプ向かっていく三沢。竹内さん、三沢前回のモーグ7番勝負では大前線したんですが、もう前線という言葉はふさわしくないんじゃないんですか。そうですね、前線だけではやっぱりファンの支持は得られませんからね、はい、やっぱり勝つ試合をしてほしいですね。なるほど。竹内さん、あの後楽園の気迫ってのは、おっとバックドラップ、屈した、足を引くした、
必死の競争を見せた。投げ切ったか、あっ、タイムアウト。監督、あの後楽園の客ってのは伝わってきますか。伝わってきましたね。今度期待通りの試合を運んでいる。スライディングキックから前を上がっている。さあこの思い切りの良さ、キックをエプロンから飛び越えたね。サードドロップになります。三沢思い切りの良さ。さあ鶴田は下田が腰を打っております。向こう側頭を打っているか腰を打っているか。ジャンボ鶴田なります。ババさん積極性という、あーラリアエルボーです。あの後楽園のエルボーが武道館でも見られた。鉄柵の近く、ジャンボ鶴田は早くも場外、エプロンの外、いや鉄柵の外伸びております。あの後楽園のエルボーがここでも見られた。武井さんまとめて入りましたか。入りましたね。さあ鶴田は入りであります。あまりダメージ受けてますね。ババさん、ここまで積極性という意味ではタイガーマスク三沢どうでしょうか。それは素晴らしいですね。素晴らしいものがある、まあ、ただね、はい、ジャンボはやっぱり首をね、はい、ボディに痛められてるんですよね。そう三沢は知ってるかどうか。ああなるほど、あの DDT、 このエルボー盛んにこの首を狙っています。竹内さん、さあ飛びますか。さあパンチャー、三沢が飛びました。あのノーコドラマン勝負でも飛びましたが、あの時にはそれで膝を痛めた三沢、タイガーマスクになりましたが、三沢と代わって今武道館で飛びました。鶴田またまた大の字であります。パンチャー行きました。これが鶴田の表情であります。竹内さん、鶴田が今馬場さんの話で出ましたが、ゴディ戦まさかの敗北だったんですね。そうですね、やっぱりパワーボムを2度カバーしたって聞いたことですね、はい、完全に安心しきった後の DDT でしたから ね。しかし三沢は言っています。あれでジャンボさんは鶴田は締めてかかってくるだろうからなお怖いと言っておりました。あの時には鶴田さんは受けながらやる、見てしまう癖、おごりというものがあったんではないか、今度は締めてくるだろうから逆に怖いと、このように三沢は話しておりました。武井さん、鶴田にとっては2連敗は許されませんね。当然許されませんね、まあ、しかしファンサイドから言えば、鶴田ファンサイドから言えば、あの三沢選手が眼中になかったからあの試合という、そういうファンの声もあります。まあ、鶴田にもプレッシャーがあったでしょうが、武井さん、この三沢にとってもこれだけ馬場さんのファンのマスコミの期待を担って、このプレッシャーも大きいですよね。これはやっぱり今までの期待のですね、もう3倍の期待があると思いますね。あ、なるほど、当然俺がやらねばという気持ちがあるでしょう三沢光晴。馬場さん、受ける立つジャンボの気持ちとしてはやっぱり三沢ごときにという気持ちがある反面、どうでしょうか先輩として。やっぱりね、ここはね、三沢にみんな頑張ってもらわなきゃいけないというみんなの期待がありますから ね、ジャンボもやりにくいと思うんですよね。そしてまた心のどこかには、よくぞお前ここまで来たという気持ちもあるでしょう。しかしまだ負けるわけにはいきません。ジャンボ鶴田、馬場さんお話のように小橋がいます。エプロンサイド北原がいます。ラッシャー木村がいます。大久保がいます。プチがいます。井上がいます。ベテラン若手がいます。冬木がいます。5分が経過しました。確かに竹内さん、みんなの期待が三沢に集まってますね。かかってますね、まさにこの一戦にかかってますね、はい、それから馬場さん、今シーズンのお力比べだ、収穫として本当にこの三沢に触発されるように若手が頑張りましたね。そうですね、何かが全日本で動き出そうとしております。サーフボードに切り返しました三沢光晴です。これから全日本のマット下半期も期待大いにできそうであります。さあ三沢、こういう攻めは馬場さん、密着プレーはどうなんでしょうか。三沢にとりまして、まあね、はい、ゴムに付き合えればね、やっぱりくっついた方がいいと思うんですよね。三沢の動き、やっぱり飛んだりすることが三沢の18番ですから、はい、そういうことはジャンボはよく知ってますからね。なるほどね。竹内さん、タイガーマスカス、三沢は新兵器を開発したと言っています。まあ、スープレックス類ではないということを漏らしてくれてはいるんですが、どうでしょうか。有効な新兵器とすればどんなものが考えられますか。まあ、考えられるのはラリアットのような打撃技かですね、はい、あとはタイガードライバーのような落下技ですね。落下技、その2つしかないと思いますけどね。と言いますと、スープレックスはダメですか。スープレックスはもうやっぱりジャンボの方が上ですからね、やっぱり読まれてしまうと思いますね。そうしますと、今馬場さんお話のジャンボの持っていない知らないもので勝負と、そういう部分になってくるでしょうね。なりますかね。さあ、あっとカンガルーキック、バックキックでこの窮地を出しましたタイガーマスク。この表情です。竹内さん、マスクでは今までこの表情は見えなかったんですがね。
まあ、顔の表情で本当やっぱり気象の激しさが出てきましたね。きましたね。しかしマスクを脱いでジャンボ選手のエルボーが、武井さん、あのマスク1枚あるとないじゃ痛さが違うんだそうですね。それ言ってましたね。言ってましたね。今まではごまかせた、痛いのをごまかせた、マスクでごまかせた、しかしもろにこの本当に痛いエルボーが飛んでくるんですというふうに話しておりました三沢。あの後楽園ではさあ腕を絞り上げに来ました。後楽園ではジャンボ選手に3分間失神をさせるというエルボーを打ちました。もうあの時には両選手も顔面を晴らしての一戦でした。今日もそういう喧嘩ファイトが見られるかどうか。武井さん、しかしここまでは喧嘩ファイトというよりもテクニックの応酬になってますね。しかも五分と五分の応酬になってますね、はい、そうですね。この後試合はどういう風に展開していきますか。あー張り手、先に仕掛けていったジャンボ鶴田、驚いた表情だ。ジャンボの気合が入るか。馬場さん、よく三沢選手が言ってるんですが、鶴田選手を怒らせる、ま、ちょっと表現は悪いかもしれないんですが、怒らせるということはどうなんでしょうか。戦っていく上の要素、怒らせて後の自分の処置の仕方があるんだったらいいんですがね、今盛んにジャンボ鶴田選手を張ったりしてこっちを振り向かせようとしております。三沢右に回りました。身長差12センチ、この壁をどうするか。体重差17キロ、まず膝が飛んでいきました。ジャンピングリー、千葉ではかわした、失礼、札幌ではかわしたジャンピングリーをまともに食ってしまった。武井さん、かわせませんでしたね。しかもですね、正面からカウンター組に顎をつかれましたね。そしてコブラツイストです。中盤戦になりまして攻守で変わりました。あの張り手からガガガっていう展開にはなりませんでしたね。ならなかったですね。逆にコブラツイストを返していきました三沢であります。こういう密着技は有効ではないかというジャイアント馬場さんのお話ですが、あ、この辺は体力であります。ロープに持っていってそのまま場外を落としました。ジャンボ鶴田です。高橋さん、あの札幌大会、歌舞伎選手があの負傷で鶴田選手を三沢選手と小林選手で2人で攻め立てる場面があったんですが、鉄田攻撃、三沢投げてきます。このジャンボ選手を落とすことできませんでしたよね。最後はですね、やっぱり小橋がジャンボのバックドロップの位置になりましたからね、はい、鶴田はスタミナをキープ、計算しながらセーブしながらやるので、いつ一気に爆発するか不安があったというあの猛虎7番勝負終わってのタイガーマスクのコメントでありました。今三沢となりました。ダブルアームスープレックス、猛虎7番勝負でブラスト、スープレックスを出してきた。カウント2、カウント2です。よくこういう技をポンポンと織り交ぜてこれます。武井さん、馬場さん、あの試合中のひらめきというのはこの三沢選手が脅威に話していましたが、それとね、あの三沢と鶴田の体重の差ですよね。身長の差もありますけども、はい、このところはやっぱり三沢の考えどころだと思うんですね。なるほど、馬場さん、その辺は、まあ、何かでカバーしなければならなくなると思うんですが、その辺いかがですか。何かでカバーしなきゃいけないんですよ、はい、だから何でカバーするかはね、これは三沢の頭の使いどころだと思いますよね。エルボーです。どうカバーしていきますか。やってるうちに大きさは感じなくなったと言えますか。うーっと197センチから落とされました。パワーです、スタミナです、高さです。三沢苦しいか。もう少し体が欲しかったという三沢、札幌大会直後のコメント、三沢コメントが、ゴールが大きくなったか。ああ、これはすごい、タイガーマスキックですね。密着しておいてのドロップ、この辺は運動神経の良さ、三沢光晴。この辺でカバーしていくか、動きでカバーしていくか、気迫でカバーしていくか、心でカバーしていくか、技でカバーしていくか、どうだ。さあセカンドロープ、こういう技を使っていったらいいと思いますけども、ジャンボもよく知ってますから外されないことですよね。外されたらやっぱりダメージ大きいですからね。そうですね、空中殺法、確かに諸刃の剣ですね、武井さんね。その部分がありますね、はい、決まれば大きいんですけどもね、外された時のダメージも大きいですからね、はい、そうなんですね。挑戦者らしい、実に訴えかけるものが今三沢、この放送席もひしひし伝わってこれますきますが、さあどうでしょうか。フィニッシュをどう取るか、どう追い込んでいくか。攻め込みます、エルボー。前半の攻め具合としては、武井さん、
三沢はどうですか。悪くはないですね。悪くはない。そうですか。遠慮しているという部分はどうですか。ないですね。ないですか。あの猛虎7番勝負では緊張して体が思うように動かなかったというふうに10回しておりました。タイガーマスク三沢でありますが、伸び伸びと戦っているか。さあボディスラム、空中殺法を出していく。鶴谷に読まれるか。どうだ、トップロープ、あーダイビングバレープレス決まったぞ。カウント2。武井さん、あの新兵器の先ほどお話ありましたけれども、前回も猛虎7番勝負の時にもタイガードライバーという新兵器を出した。しかし出せずじまいだったんですよね。そうですね、そういう部分がありましたからね。はい、今日はどうなのか。体を預けた、ノバに打たれた。鶴田これで三冠を奪われたんですが、それを逆にタイガーに打っていった。野田を打っている。苦しそうな表情だ。苦しそうな表情を三沢。さあジャンボ鶴田、ここから本領発揮か。三沢前線ではダメだ。三沢は言っています。8割から9割、俺がみんなはダメなんじゃないかと言ってると思うが、そうはいくかいという気持ちが俺にはある。そうなんです。武井さん、前線じゃなくて三沢がもしかしたら鶴田を食うかもしれない。そういう風にね、やっぱり見るファンを納得させるような試合ですよね。そうですね。さあ立ち上がれ三沢。しかし鶴田が立つ。フライングボディシャストラ出ましたね。出ました。18番監督、強いジャンプ鶴田、耐える三沢。この流れの中でバックドロップを打たれると怖いですね。怖いですね。そして2位を落とします。こういう2位やエルボーは本当に効く。三沢は言っておりました。前回はバックドロップ3つに沈みました。もうこの7番勝負でありました三沢となりまして、竹内さん、今三冠はボディからハンセンに移った。ドロップキック、鶴田も三沢も三冠を目指す同一スタートライン上なんですよね。これはですね、くしくもそういう状態になってますからね、はい、三沢もこれで勝ってば一気に三冠にやっぱりその達成できないですからね。そうです。カメラの熱さは俺は十分自覚しているという三沢。7番鶴田に一矢報いよう。ジャンボキックピンチの連続、こういうところを三沢がその避けてね、はい、足をくぐって下をくぐっていくとかということができるといいんですけども、やっぱり随分スタミナはもう上昇してますね。そうですか。控え竹内さん、ジャンボの方のスタミナはまだまだありますね。まだまだ温存してますね。まだバックドロップ出しておりません。おお、セカンドロープに登ったぞ。ジャンボ釣れた。おお、すごい、膝が待っていた。強烈な技、2度目のダブルアームか。これは返してほしい。膝をついた三沢、膝をついた。なんとかこらえている。7番の膝を打ち上げていった。今15分が経過。ジャンボ選手も高橋さん、厳しい攻めですね。本当にね、攻めが厳しくなってきましたね。何ですかこのボディスラム。そして王が入る。高橋さん、この王が出ないくらいタイガーマスク、いや三沢に攻めてほしかったですね。そうですね、しかしまだ頑張れるぞ三沢。三沢さあセカンドラップ、流れか、流れか、さよならタイガー、ありがとうタイガー、頑張れ三沢。打てる、打て打て打て。鶴田のパンチを打っている。返されそうだ、返されそうだ、返されてしまいました。ジャンボ鶴田強すぎる。トップロープ何かを狙っている。あーダイビングにまさに鶴の一声。カバー、危ない、カウントです。三沢、あの後楽園の激しさをこの鶴田にもう一度見せてもらいたい。あの一発であんなに自信を作ったじゃないか三沢。パワーボムか。三沢コールが飛んでるぞ、捕らえろ三沢。ダメだ、持ち上げられた。パワーボム、パワーボム、ここまで耐えたんなら耐えた後の反撃が欲しいですね。耐える三沢を見た、激しい三沢を見たい、激しい三沢を見たい。ジャンプすると頭を打っている。これが三沢、耐えて耐えて耐えて、今度は激しさだ。エルボーです。
後楽園のまさにお返し、このエルボーを三沢に食って失神しました。ジャンボ鶴田、そのお返しのようだ。ダブルアームスープレックス、人間風車返しそうだ。さあ逆さ抑え込み、逆さ抑え込み、しかし崩しがまだ不十分ではありません。攻撃が単発、三沢、まあね、エルボー、まだここまでやって、はい、三沢が攻めていく気力がありますからね。返してますね。今もいいエルボーが当たりましたね。今のエルボーも馬場さん、やはり急所に入りましたか。ジャンボはダメージを受けてますよ ね、 ますね、まあ、ここでやっぱり三沢が立ち上がって、はい、ガーンといかないとダメですね。はい、さあ三沢チャンス。マスク時代膝を痛めて10ヶ月の闘病中、ファンからもう飛ばないでという一通の手紙がありました。タイガーはでも飛んでほしいんだと思うと、それ以降も華麗なファイトを続けてきました。これ優しいタイガーマスクでした。さあタイガーマスク、三沢スライディングキックから、さあもう一回飛び出た。マスクを拭い当たり十分苦しんだと思います。両足にはまだボルトが入っているんです。さあ飛んだ、決死のパンチャー、ポスト上段、ショートハイツ、タイツをハイからと三沢に言った。まだ膝に大きな傷がとがあって履けませんと言っていた三沢、立ち上がった、先に立ち上がった三沢。全日本の命運を背負っている2人、新たなるヒーロー三沢か、泣く子も黙るエース鶴田か、新規の対決、飛び蹴り、飛び蹴り、蹴りが出てきた。さあスープレックスできた、ジャーマンか、三沢ジャーマンか、エルボーでかわした、ラリアットかわした、バックに回った、抑え込んでジャックライフ、ジャックライフ、あー惜しい、惜しい、身長差を十分に十分にカバーする気迫、そしてテクニックであります。高橋さん、そうですね、いい気迫ですよね。そしてキックであります。絶対にチャンスはありますからね。絶対にチャンスはある。最後は諦めるな三沢。さあ親の仇のつもりで行くと言っていた言葉通り、フライが走った。伊達に先輩が接下していない、鶴田も押したたか、しかしタイガーもよく耐えましたね。耐えましたね。苦しいでしょう三沢、そしてよく冷静に最後見ていたジャンボ鶴田、もう大満足であります。さあボディスラム、ジャンボ鶴田どうするか、逆蹴り固め、まずは鶴田のリードを作ります。もうこの7番勝負が終わって、竹内さん、あの鶴田はこんなこと言ってました。タイガーマスクは技は何でもできるんだから、あとは自分のリズムを完成させること、このコメント、まあ、2年あれから経ちましたけども、はい、どうでしょうか。今でも立派に生きてますね。生きてますか。そうですか。それでやっぱり三沢は一つのリズムを作り始めてますよね。そうですか。それが完成されつつあるわけですね。今20分経過、ジャンプラリアット切ってしまった。どうだ、返した、返した、よくぞ返した。タイガーマスク手を仰いでいる、口を開いている、意識ボールを、いや、まだまだまだレフリーの和田恭平の方を見やる力が残っている。さあ新兵器はどうした、スタミナが残っているか、ダメか、どうだ、2発目のジャンプラリアット、しかもまだバックドロップを出していない。カウンター2、これでバックドロップ食らったら竹内さん危ないですね。これは危ない展開です ね、 ですね。その前に反撃の糸口ですね、はい、そうですね。若手選手が応援しているぞ、見守っているぞ、1万5000人のファンがコールを送っているぞ。竹内さん、三沢コールほとんどに聞こえますね。三沢コールに聞こえますね、聞こえますね。さあ突っ込んだ、あー3発目崩れ落ちた、トラが崩れ落ちた、三沢が崩れ落ちた、バックドロップだ、返した、足を蹴って返した、コーナーポストを蹴りましたね。コーナーポストを足で蹴って返した、三沢光晴根性を見せた。その表情が好きだぞ、今までマスクで見えなかった表情が好きだ、
この表情だ。カメラさん、三沢ももっともっと映してください。さあ両選手立ち上がった。よし行きますよ。どうだ、ジャマン、ジャマン、さあ新兵器だ、この後新兵器だ。ここで打たなくてどこで打つ。出すのがこのチャンスですね。三沢たいと思います。ダブルアームスプレックスか、いや、もうこの7番勝負で打てなかった。タイガードライバーか、打て打て、タイガードライバー打てない、打てない打てない、リバースで返した。ラバさん、この将来の全日本を背負うという三沢の気持ちがファイトに現れているような気がしますが。そうですね、気迫はありますね。そうですね、まあ、あれだけジャンボの、ね、はい、技を一つ一つジャンボの確実な技を振っても、まだこうやって起き上がってきますからね、はい、これほど耐える、そして気迫のタイガーマスク、いや、失礼、三沢を見たことがありません。うわっと、すごいジャンピングに、もうかわす体力も残っていないのか、気迫だけなのか。三沢盛んに大が出る、ジャンボするた、腕をぶした腕をぶした腕をぶした、コーナーに押し込んだ。対角線投げた、あー、ヘッドバット、ヘッドバット当たった。しかしラリアットも当たった、相打ちになった。ジャンボするか、古傷の右腕を痛めた。これはバックドロップにも影響するでしょう、ラリアットにも影響するでしょう。しかし足があった、あー、決めず、自爆、股間を打った、フォアプレー打った。千葉と同じ形勢になってきた。これは三沢にチャンスですね。三沢チャンス、三沢チャンス、ハイになれ、ハイになれ、思いっきり戦え三沢。ジャンボ釣れた、しかしなんという怪物、エイリアンか。しかしバックを取った、バックを三沢に返した。ヒーロー誕生、三沢が泣いてますよ。三沢が泣いている、泣いている。なんという攻防でしょうか。三沢コールに包まれています。嵐と船出、そして嵐と決意、仮面を脱いだ27歳三沢に光る、鋭い牙を抜いて野生のチャレンジャーとなって鶴田を破りました。馬場さんに伺いましょう。嵐の札での全日本、三沢勝ちましたね、はい、まあね、やっぱジャンボは余裕を持ってやってた、なんか隙を突かれたような感じですけども、まあこうやって見てて、まあ、三沢も確かによくやりましたですね。